おはようございます。7月6日土曜日、本日のラジオ日々を積むでは、好きなものの安心感についてお話ししようと思います。先日、とある仕事で遠くに行ってたんですけど、その時に好きなお店、好きなカフェに行きまして、好きといっても初めて行ったんですけど、その時にものすごく安心感を覚えたので、そのことについてお話ししようかなと思います。はい、それではどうぞ。好きなものの安心感、皆さんどうでしょうか？ご自身のセンスや趣味ってどのくらいのこう幅の広さがありますか？どのくらい許容できますか？ちょっとね、伝わるかな。僕はちなみにそれがすごく狭いです。こだわりが強いとか、そういう言い方が適切かなと思います。多分その聞いてくれている人の中でも、こういう世界観、こういうテイストじゃないと嫌だ、あと場合によってはこのジャンルは気に入らない、ちょっとストレスを感じるっていうね、ものがあると思います。それが好みというものですよね。で、僕ももちろんそれはすごくあって、SNS のアカウントを見ればわかるように、明らかにこだわりが強そうな感じがしますよね。で、ただ、20代の頃に比べると、やっぱりその幅は広くなっていて、別にその常日頃からね、この世界観が、このお店がいいとか、あまり強く自分の好みを主張するのも大人げないですよね。許容量は増えていくわけですよ。ただ20代の頃はやはり結構そこら辺は尖っていて、例えばちょっと例を一つ出すと、この美味しいものとか体にいいなと自分が認めたものを食べたいと思っていたら、もうそこのお店以外行かない、でそこのお店に行かなかったら他のものは食べないみたいな時も昔あったんですよ。なので、なかなか今はそんなことはなくて、すごく広くね、許容して生きているなと思うんですが、ただその先日、自分が大好きな雰囲気、テイスト、好みのお店に行く機会がありまして、やっぱりそこ行った時にですね、ストレートに自分の心に入ってくる。そしてその一致したことによって、非常に心地よく安心感を覚えたんですね。それを感じてふと思ったんですが、やっぱりこうある程度大人になって許容量が増えたとはいえ、自分のセンスと異なる場所に行くと、その先には申し訳ないところが、大人げなくて申し訳ないところがありますが、やっぱちょっとストレスを感じている自分がいるという、そういうことを発見しまして、ちょっとね、何回も言いますが、大人げないなとは思うんですけど、やっぱり自分がいいなと思う世界観、それテイスト、そういったものっていうのは思いのほか自分のこう精神に影響を与えているものなんだなっていうのを痛感しました。ここ最近、ここ数年は、そこまでですね、私生活においてそのこだわりがあるような行動はしていないんですね。 SNS とかではもちろん自分の好きなものを中心に出しますけど、結構そこら辺は許容量大きく緩くなっていたと思います。ただ、先日のその体験を経て、また改めて自分の好きなもの、好きな世界観についてこう真剣にこう向き合うというか、そんな真剣に向き合うまで深刻じゃなくてもいいですね。そこに行くようにもう一回心を見てみようかなと思っています。ちょっとその自分の心の従属感みたいなものが、すごくね、新鮮だったので、改めてこう
好きなものの安心感についてこう考えていこうかなと思いました、はい、皆さんもね多分そういう経験ある人もいるんじゃないでしょうか、うん、最近はそんなにこだわってないなみたいな、ね、改めてその自分が好きだなってこうドストレートにドストライクなこう場所とかに行ってみるのはいかがでしょうか、まあ、なんか新しいね懐かしい感覚やちょっと新しい安心感を抱くことがあるんじゃないでしょうか、はい、本日はこんな感じで終わろうと思います。聞いていただいてありがとうございました。それではまた。